こう行ったりとかするんですけど、実はね、キャッシュフローゲームっていうの知ってますかね、ロバート皆さん、ね、あそこのところのこう本があって、で自分自身キャッシュフローゲーム買ったんですけど、当時は英語版しかなかったんですね。で自分なりに訳してやったんだけど、あのこれ本当にこのルールで合ってるのかが分かんなかったんです本当に適当に我流ではやってるんだけど、それ合ってるのかなと思っていたら、まあ、ゲーム会があったんですね。で、そこのところで最初は自分はゲームに入っていったんだけど、その運営側になったりとかして、もっと面白いことやろう、実際に自分のキャッシュフローであそこのところのですね、PL とかなんかこうやりますよね、そんなの自分の職業と自分のキャッシュフローのインカムでやってみようってしたんですね。で当時自体っていうか、まあ、今でもその延長線上であるんですけど、自分は会社を作っていたんですけど、ずっと赤字です。だから、まあ、講師は何とかしながら、食いつないだりとかしてる部分はあるんですが、まあ、そういったところをやっていて、あ、キャッシュポイントって自分の伸びる可能性はこの有限会社新馬しかないじゃんこれっていうふうに思ったんですね。で、まあ、そういったところもあって、これ何とかしなきゃいけないっていうんで、真剣にこういろんな人とこう関わり始めようとしたんです。で本をやったりとか、いろんな人にこう会いに行ったりとかしてるうちに、会っていくとどん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 いろんな人に会えるようになってきたんですね。ですからこういろんな面で、それこそ和平さんにつながったりとかいうのも、いろんな人の縁がつながってつながって今ここにあるっていうことで、まあ一つのポイントとしてはそういったところですね、キャッシュフローゲームとの出会いというか、それが一つのきっかけになってますね。やっぱりこう子供を相手にしていることが多いものですから、まあそういった時にはやっぱり相手に分かりやすい言葉で伝えてあげるとですね、難しい言葉をこう並べたって受け取りはしませんから、ですからまあそこのところのこう反応を見たりとか顔色見て、ちょっと難しいなってやっぱり子供やなんか反応出ますし、大人もハン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 って薄ら笑いしてる時に大概分かってませんからそうだよねみたいなことから、ふーんって深くうなずいてるのか、ハンハンハンってやってるのとやっぱり違いますよね。まあ、そういった時に、あ、この人分かってないなっていう風になった時に、まあ、子供だったらストレートに、あ、今分かんなかったねって言いますし、大人はやっぱプライド持ってますからね、そこのところで分かんなかったでしょって言ったら、何ってなるので、そうじゃなくって、あ、ちょっと難しい言葉だったんで言い換えますととか、もうご存知かもしれませんけどっていう風に言いながら、言い換えていくっていうか、そこのところで相手がストーンと落ちるのってやっぱこう見てれば分かるじゃないですか。でストーンと落ちたなと思ったら、じゃあ次の言葉にしていくっていうか、やっぱこう自分のペースだけでやってしまうと、やっぱコミュニケーションってうまくいかないですよね。だからまあ自分の心のゆとりがあればそうだし、やっぱ普通に授業やってる時ってゆとりなしに授業やる時も実際あるんですね。そういう時はやっぱり子供たちざわつきますね。自分のリズムでやって相手お構いなしにやった時にやっぱざわつきますよね。ですから、いかに自分に心にゆとりがあって相手が受け取れるぐらいの大きさのボールを投げてあげられるかっていうのがコミュニケーションだと思いますし、著読問答校で講師をやると漏れなくそれがついてきますので、はい、受け取れないボールをポンポン投げてしまってシーンって死んでしまったりありますので、ぜひチャンスがあればですね、講師になられたらどうかなっていうふうに私は思います。はい、やり続けてたら多分死にますね。そうじゃないですか。だってこれ人に対しての不快でもありますけど、自分に対しても不快しか戻ってこないですよね。これやり続けていって素敵なコミュニケーションが戻ってくるっていうことは多分ないですよね。もちろんこちらの世界で一生行くっていう決めがあるんだったら、どうぞやっていただければと思いますけど、まあやっぱりこう自分自身もやっぱり弱い存在ですから、やっぱり誰かに褒めてもらったりとか最高だねっていうふうに言ってもらわないと、やっぱ上に上がっていけないですよね。ですからこうこちらこうずっとやっていくと、最終的には人のことを信じられなくなって、もしかしたら自分で自分の命をね奪ってしまうかもしれないじゃないですか、ね、だからやっぱこれやると誰かに刺されるか自分で死んじゃうかどっちかですよね。ありがとうございました。はい。